奥から聞いてっかよ、こういうのは。お前ら知ってるか？伝説の情報屋探してるのか？サイの花屋のことだろ？こいつ当たりじゃん。メタ的に奥から来てよかったね。そういう名前なのか？まあ、あだ名みたいなもんだな。依頼人に情報を渡すときに花と一緒に届けていたのが由来という話だな。それで、その花屋にはどないしたら会えるんや。それがここ数年、カムロ町でいろいろ騒動が連続してから、いまいち居所がわからんのよ。この中野も、サイの花屋から情報とかね、もらってたのかな、仕事を。騒動に巻き込まれる形で居場所を転々としてるっていう話だ。じゃあ今はどこにおるかわからんのか。あ、一つ心当たりがある。あれは西公園のところは龍河と薬が西公園にあったと思うんだけどな。どこや？西公園だ。あ、やっぱそうだね。西公園のトイレの一番奥、そこから花屋の居場所に行けるって聞いたことがある。ああ、まあでも中野もそこまで詳しいわけじゃないんだね。西公園。カムロ町の北にある公園のことか。そうそう、ちょっと行ってみな。わかった。あ、でもそこ行ったら結構当たりだけどね。あ、こっから行けるんだ。これどっから西公園に、あーでも目的地がマップだとこっちになってるね。上の方になってるね。こっから出れるのかな。じゃあ一旦そっち行ってみるか。いやー、この下水も結構でかいな。あ、ここか。ここが目的地になってたね。これでミリニアムタワーの下のところに行けるんだね。花屋に会え。これはでも西公園に行けばいいんだよね。西公園のトイレだったな。神野町の北東にあったはずだ。今って花屋どこにいるんだっけ、本当に。なんか花屋って毎シーズン、ね、なんか居場所変えてたりするから、今作では花屋どこにいるんだろうね。まあ、とりあえず行ってみましょう。よし、じゃあいつもおなじみの、まあ、花屋に会いに行くときは、このトイレから行くんだけど、ここにいるのかな？実際。あ、ムービーだね。あ、トイレ閉まってる、これ。開けちゃいけないんじゃないか、冴島さん。人入ってる。めちゃめちゃ顔。いや、そらびっくりするよ、こんな。公衆トイレでおっさん入ってきたらびっくりするよ。顔が。悪かったの。いや、本当に悪かったのだろ。開いた口が塞がらんわ、こんなの。なんだ、今のムービー。あ、今、開けた場所合ってたか、冴島さん。振り出しに戻ったら、また伝説の情報屋に関しての情報を集め、あ、情報なしか。いや、ここなんだけど、あ、そっか。扉のようだが開けられそうにない。いや、明らかにここでしょ、冴島さん。てか、なんか、ここトイレなくなってるし、さっきあったのに。さっき便器あったのに、ここトイレなくなってるんですけど。冴島回転。ここにあったのに。まあ、いいか。どうしたらいいんだ？特に情報はないか。まあ、なんか電話とか来るタイプかな。ん？なんか、この人なんか喋ってんな。あ、なんか街中歩いてもなんか電話とか来なかったんで。この人なんか見たことないな。こんなとこにいなかったよな。あれがサイの花や。え、どういうこと？なあ、ちょっとええか。あんた今サイの花やとか言ってたか？うん、やっぱこんな人いなかったよね、ここに。いや、そんなこと言ってないよ。嘘や。流る気満々じゃねえか、仇だぞ、この人。今確かに言うてたで。勘弁してよ、うかつに喋ったのがバレると俺やばいんだよ。やばいやで。何がや。あんた、俺が喋ったと絶対に他言しないか？わからない。そんなやつ信用できないよな。それこもるよ。それじゃ俺も喋れない。じゃあな。いや、ごめんごめんごめん。喋りませんから。はい。あ、喋らないだね。ああ、絶対喋らんわ。約束する。
そうか、わかった、信じるよ。早いな、信じるの。さっき会ったところだろうが、さっきというかもう1分以内だよ。実は俺はこの先の児童公園のマンホールで工事してる作業員なんだけど、見つけちゃったんだよね。見つけた？何を？地下歓楽街、厳選された金持ちだけが入れるっていう地下にあるという噂だった歓楽街だ。なんやて？マンホールの中でちょっとサボってこっそり休憩したんだよ。そしたら誰かが入ってきてやんだ。誰や？多分サイの花屋って人だな。地下歓楽街を仕切る裏の人間の一人で情報屋として有名らしい。いや、この釣り身がめちゃめちゃ詳しいな。あのサイの花屋が入ってきてもそれを情報屋としてね、判断できるのが詳しいな。何しろ派手な見た目だったからな。前に週刊誌で見た時にそっくりだった。はぁ、週刊誌に載ったりするんだ、サイの花屋。それでそのまま下水道の奥まで行って姿を消しちまったんだ。後で調べてみると下水道の突き当たりに扉があったんだ。で、扉の向こうに何があった？わからん、開けてないんだ。なんでや？やけに重い扉で俺には開けられなかったんだ。何か仕掛けがあって花屋にしか開けられないのかもしれない。あとな、花屋にはいろいろと噂がある。下手にいろいろ探っちゃうと俺殺されるかも。まあそうだよな、情報屋とか怖いもんな、仇からしたら。桐生さんとかね、すぐ会いに行くけど、てかもうマブダチだけど。確かに裏の人間だよね、あの人は。まあ俺も噂や雑誌とかの受け売りだから本当のことは知らないんだけどな。これが俺の知ってることだよ。約束通り黙っててくれよな。ああ大丈夫や、安心せえや。児童公園のマンホールの先か、調べる必要があるな。児童公園のマンホールので、児童公園こっちだよね。ああこいつ絡まれそうだな。さっと行こうか。オッケーオッケー。でここか、明らかにサブストーリーあるな。あれちょっと面白そうだな。まあいいや、今ちょっと追おうか。いや、なんかおいおいおい、俺そこに行きたいんだが、そこに行きたいんだが、ちょっと邪魔や。そのマンホールに用があるんや。どういてんか、まあ、さっきのサブストーリーとかまた、うん、この後ぐらいにやろうね。あ、ここは俺の縄張りなんだよ。なんでどかなきゃならないんだよ。あー、おっさん、ひょっとしてこのマンホールの中で暮らしてたり？マジか、超ウケる。あーでもこの下繋がってんだね。どういてもいいけどさ、俺に迷惑かけるんだからそれなりのもんもらわないとね。迷惑料払わなかったら？ひー、血だるまのおっさんの出来上がりだな。あ、今のひーってなんか違ったな。ビビった感じで言っちゃったけど、そうそう、だからおとなしく迷惑料を払ってよ。くだらん。んだと舐めてんのか、おっさん。うだうだ言わんとさっさと来いや。その血だるまのおっさん作ってみろや。んだよ、上等だ、ぶちのめして。それ公園のゴミをきれいに掃除しましたよ。こいつらゴミ以下だからな。すいませんでした。許してごたごたやつにさっさとどけや。二度とカムロ町に来んなよ。よく25年ぶりの人がカムロ町に来んないとか言えるな。まあ清潔に保ちたいんだね、カムロ町を。ああ、これで地下街入れるかな。ここにいるのかなあ。西島マンホールに入ることができます。これ西島限定なのか。マンホールから地下道に入り、カムロ町のいろいろな場所に行くことができます。ああ、なるほど、このマンホールがクソ重くて。いや重いよな、西島しか無理なのか。ちゃんと穴塞げよ、西島。大丈夫か、塞いだか今ちゃんと。あ、こっちだね。これはこの奥にいるのかな。この人は経験値の人か。ああ、なるほど、士官モードね。はい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 、経験値だけいただいておいて。
この先にいるのか。うわー、ここもいろいろありそうだな。まあ一旦花屋に会いに行こうか。一番奥って言ってたっけ。いや、いろいろ地下街あるな。あ、ここか。あ、ここでいいのか。あ、サイの河原地下へって書いてあったね、今。どうやって繋がってんだよ。これサイの花屋だよね。あの、西公園から入ったところの。そこに繋がってたのかな、ここも。ここはどないなっとんねん。同じ場所2個も作れないからな。あ、でも今の入り口、ちょっとこのサイの花屋に近かったから新しい入り口かもしれないね、ここ。多分そうだよね。サイ自分限定の入り口なんだ。ようやくおいでなすったようだな。なんやこれは。サイの花屋だ。竜が如く4でも、お世話になるね。竜が如く3でも出てきたもんね、多分。いや、ずっと出てくるな。待ってたぜ、冴島大河さんよ。いやー、でも情報屋としてもやっぱね、冴島にはちょっと会いたい気持ちあるんだろうな。俺を探し回ったようだな。全部見てたぜ。何か聞きたいことでもあるのか。そうやな。まあでも冴島聞きたいのは花屋についてだよな、絶対。あんた伝説の情報屋と言われてるらしいな。ああ、そうだ。俺は情報を商品として扱っている。顔の調で起こっているあらゆることは情報として俺の元に集まる。顔の調内に設置されたカメラ、人を使っての情報収集、この街の隅々まで分かってるぜ。何について聞こうか。あ、サイの河原についても聞きましょう。このサイの河原っちゅうのはどういう場所なんや。あんたもここに来る前に見たろ、地下の繁華街を。ああ、何年も昔に俺が作り上げたんだ、この街をな。ここには各界の名士や著名人が訪れる。地上の兜町では味わえない快楽を求めてな。ここであらゆる刺激的な娯楽が味わえる。風俗、カジノ、そしてここで遊ぶには厳しい審査がある。だがまあ、これもなんかの縁だ。あんたもここで遊んで構わんよ。ただし、もちろん金は取るぜ。あんたもやることがあるんだろ。身を持ち崩さないように気をつけるんだな。それで、俺に会いに来たってことは何か調べてほしいことがあるんじゃないのか。あー、でもやっぱサイの花屋に調査頼むとしたら、ね、多額の金が必要なんだけどな。その辺どうするんだろうね。1万5000ぐらいしか持ってないからな。ああ、そうやな。25年前、河室町にあった笹井組の組長、笹井の居所、ここあたりないか。ああ、あるぜ。だがな、俺の情報量は高いぜ。なんぼや。ざっと1000万。そんなしてたんだ、花屋って。あ、そんなしてたんだ。キリュウさん操作してるときさ、友達割引でさ、基本無料だったからな。何かの冗談か。冗談やない。無理や。俺にそんな金払えるわけがない。あんたも分かってるやろ。もちろんだ。そこで一つやってもらいことがある。あんたにしかやれないことだ。あれか？もしかしていつもの。なんや。俺は何をすればええんや。どうせ闘技場でしょ。毎度闘技場なんだよな、こういう時。最近ちょっとね、盛り上がりかけてるから闘技場戦ってくれや、みたいな。ちょっとついてきてもらおう。何回この、これやるんだよ、俺。いつもこれだよ、本当に。これ、なんだったっけ？真島さんでも、キルさんでもやったかな、このノリ。闇の闘技場だ。ここで特定の会員のみ観戦できるリアルファイトを行っている。つまり、それに出ろと。そうだ。あんたには、エキシビジョンのデスマッチに出てもらいたい。デスマッチ？はは、そうだ。デスマッチといっても、テレビでやってるような偽物じゃない。本当のデスマッチだ。つまり、あんたか相手、どちらかが死ぬまで終わらない、命がけの戦いだ。あの、冴島さん、そんなんもう、燃えちゃうからな。無理にとは言わん。ただ他に支えの情報を得る手段はないぞ。どうだ、やるか。わかった、やろう。決まりだ。
ちなみに今回は武器や傷を癒す道具は使用禁止だ。ああそうか、そういうルールになってる。忘れるんじゃないぞ。ああじゃあもう力量勝負だね今回は。では準備をしてこい。準備が終わったら俺に声をかけてくれ。ああなるほど。ああでもあれか、準備っつってもな、回復とか使えないんだったらまあそんな準備することはないんだけど、防具とか、あでも防具も脱がないといけないよね確か。じゃあもうやっちゃおうかなこれ。どうしよっかな。いやーなんか急にサイの花屋にねカットが映ったと思うんだけどごめんね。なんか薬とかさやっぱ買っておこうかなって思ったんだけど、まあやっぱ持ち込めないと思うんで、まあ、準備いらないかなって思うので、はい、一回外出たんだけど戻ってきました。でまあなんかちょうどいいところにね太ったおっさんがいたのでアップにしちゃいましたね。こう見るとブサイクだなやっぱ花屋。引くといいおっちゃんだけど。じゃあまあ早速花屋の言う通りデスマッチに参加しようかな闘技場で。どうだ闘技場に行く準備は終わったか。金がなくて準備できない。これ選ぶとどうなんだ。確かにそうなんだけど、実は金がないから準備ができんのや。金くれへんのかな。まあそうだろうな、仕方ない。待っておけ、ファイトマネーが、どんだけ参加させたいんだよ。まあやっぱ盛り上がるのかな、冴島参加させたら。あ、こんな選択肢あったんだね。まあいいや、これ使わないで。親に定期代欲しいって言って定期使わずに徒歩で行くみたいなことをしちゃってるけど。伝わるかな、今の例え。終わったでいいね。まあ、そんな強いかな。ああ、準備はできた。よし、では行くか。お、ムービーだね。まあ、いつものごとく闘技場にはお客さんがいっぱいなんだよな。いや、ほんとここに来てる奴らは、いい人誰もいないだろうな。第3632回、田室町地下闘技場トーナメント。歴史あるな。ここで、優勝者のエキシビションデスマッチを行います。でもずっとね優勝者は桐生一馬だったから、やっぱでも盛り上げ係が必要なんだな。毎回こうやって映るなこいつ、毎シリーズそうだよ。挑戦者冴島大河の入場です。いや、やべえの来ましたよ皆さん。たった一人で敵対する組織に立ち向かい、18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン。いや誰かに通報されるよ。復讐の脱獄手。おお。西島。はい。西島。待ってました。カムロ町が待ったぞ。チャンピオンの入場です。誰かに通報されたら終わりだぞこんな。この男が牧場に姿を現してから約半年間、百戦無敗。わ、硬いでけ。あの戦争をくぐり抜けた不死身の男。地下闘技場。現チャンピオン、イワン、イブラヒモビッチ。なんか馴染み深い名前やな、イブラヒモビッチ。おいおいおい、鉄格子。なんだ、真島さん来るのかと思った、若干。この試合、特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。じゃあもうイブラヒモビッチが死亡じゃんこんな。メタ的に殺しちゃっていいんですか。19人目。ボングです。いや、やっぱ闘技場でのバトルはなんやかんやプレイヤーも気持ちが上がるねこれは。まあでもここのねずっとチャンピオンは桐生さんだし、真島さんもそうだよね。イブラヒモビッチどうだ、早いのか。ちょっとムエタイっぽい。あーちょっと待て待て待て、早いな。あ、早いねこいつ。ちょっと待ってくださいよ。
外とガードでもいけるか。ため技で OK。 ガード結構有効かな。あ、なんか強くなりやがった。あぶねえ。うん、様子見て。おー、あぶねえ。急に QT、 早速 QT か。まあ避けつつガードでいいんじゃないかこれは。うん、あーくそー、タイミング合えばねチャージ攻撃が入るんだけど、避けるよりガードか。でも行ってもいいか。よしよし。ちょうどさ、イブラヒモビッチがガード崩すタイミングでチャージ攻撃溜まるからめちゃめちゃ有効かも。サイジマさんここ、あーくそ避けられた、危ない。おい、現チャンピオン全然強くねえな。サイジマさん別にストーリー以外で強くしてねえから。え、もう終わり、あー危ねえ、正気。あれ、チャンポン、チャンポンじゃねえ、チャンポン弱いな。もうあと一撃だよ。つかみ技で終わるか。あ、つかみだけは回避してくるのか。うわー、じゃあもう倒すしかない、ペチと。ペチで倒しちゃった、デコピンぐらいで倒しちゃったな今。死んだか。いやでも殺さないよな冴島は。無用な殺しはしないでしょう。いや普通に弱かったよ、街のチンピラぐらいだったよイブラヒモビッチ。そら盛り下がるわな。こいつらほんとカムロ町のゴミどもだな。金持ってるからってゴミどもだな本当に。おめえみたいなやつがわかるか。もう西島のマインドになってるわ。いや西島はねわけもなくやんないよそんなの。まあでも花屋としても盛り上がればいいから。ああ、どうなんだろうな、情報量として戦ってるわけだから。ここ緊迫感あるな。ほんとゴミロボの集まりだな。いや、トラしょってるやつが武器で倒すとは思えないけどね。イブラヒモビッチ。さあ、どう出る？鼻でかいな。黙れよ、おら！うわ、かっけえ。誰や、今俺に。一人増えても問題ない言うたやつは、お前か、お前か、お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな。泣いてるね冴島が。ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。このシーンちょっとやばいな。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、
そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねん。毎日毎日怖い思いせなあかんねん。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は俺は降りる。はあ、まさかこんないいシーンがあるとはな。ここで人を殺すということはっていうことだね、これは。ああ、ここで終わりですか。いやー、まあなんかねえ、コメントしづらいというか、もちろんわからない世界のことではあるけど、まあなんか笹井の組長のためにね、18人殺しをやった冴島大河という一面の他に、なんだろうな、まあ人として怖い思いをしてるというか、目標のために何でもするっていう冴島ではなくて、この25年間その殺したことでいろんなことを背負って背負って思って、なんかこう過ごしてきたっていうのが、人間的なところもちゃんとね、弱さもあるっていう冴島の一面が見れたかなって思いました今。なんか考察しちゃったけど。はあ、そうか。ああ、なんか冴島というキャラクターがもっと好きになる、シーンでしたね。じゃあ動画的にも、区切りがいいと思うので、今回この辺にしたいと思います。次回も冴島編よろしくお願いします。ありがとうございました。